ねえ、はい、今日何食べたい？わかってるけど、いいね。あの、耳聞こえませんか？彼女、耳聞こえないですか？何です？私ちょっと彼女と話したい。私はリッチモンド・ターナーと言います。ケイタ・ヤヨイ、覚悟を持ってください。私も覚悟を持って話す。君たちにはこの話がしばらくリールになる。なんか気味悪いんです。だから帰ろうって。もう遅いです。ケイタ・ヤヨイ、これはこの地で起きた話です。間違いなくこの地で。何？なんだよ。おい、ちょっと、姉さん。何？何だろう。レッドエイジ一番大隊長のオーレイだ。貴様ソロですか？ヘイ！グリーンステーツに対しレッドエイジ有利と我が方は。メアリー、今日も依然としてメアリーか。はい、メアリーですとも依然として兄上。何なの？ちょっと爺さん、何だって？ここは一体。スー、いいえ、それが彼女の名前です。スー、耳聞こえません。彼女の話し相手と、そして耳となってあげてください。なぜ奴を助ける？俺を助けておいて今度は会おう。Could this be the...俺が怖くはないか。あら、なぜ笑う？寿命が縮む。寿命？力を使い続ければおそらく死ぬ。だから使うなと言ったんだ。それだけじゃない。力が赤を緑のいずれかに知れたらどうなる。数の力を戦いに利用しようとするやからも出てくるだろう。だから奴らの前で力を使うことは特に危険なんだ。あの娘の笑顔、数の誠の笑顔が見たい。無理だな、戦ってばっかりのあんたには。少しこの手を伸ばせば、こんなにも願ったあなたに届く。音のない世界っていうのを想像できるか。近しい人がどんな声なのかもわからない。唯一の通信手段である手話もほとんどの人間には伝わらない。だから自分をまずは見てもらうしかない。どんなに悲しい時でも無理にでも目をそらされるのを恐れるから。だから不自然なほどオーバーに笑う。わかったよ。